はい、スタンドアップ、スタンドアップ、ザ・バーガード、ザ・バーガードではありません。ファーストバーガードは案内するゾンビだ。やる勝ちやろ、もうメカプレイヤーですよね。さて、本日の対戦表、何ブロック、左が何ブロック、何ブロック、まあ何ブロック、ブロック、左が、アップルさん、ウプネシ、ウプネシ、アップルさん、そして右側サスペンスの帝王、A1 の船越。はい、やっていいや、別に。まあね、まあ、本名じゃねえし、本名じゃねえしな。まあ、こと、ワイズだよ。まあ、とりあえずワイズ、ワイズ。まあ、崖の上からリールしてます。アップルさん、今日のデッキは何ですか？今日のデッキ、ヒヌキ、グッドスタッフ、グッドスタッフ。珍しい。いや、ワイシーさんは俺が自然流へ珍しい。ロドリゲスコントロールです。ロリコンですね。ロリコンですね。彼はロリコンです。俺のことです。おっと、謎のロリ。あ、じゃあヒーズか。ヒーズ。さあ、ウプネシが負けたらちょっとなんかみっともないぞ。頑張ってウプネシ倒すよ。オファー頑張ってほしいです。ファンクルアセか。まあ、実況解説はユキニャンとプロデューサーで勝てます。番組解説できてない。番組。まあね、まあジャスミン召喚だって言うときはまあ解説になるから。エイチロさん。俺こっちのデッキ内容分かってねえんだよ。グッドスタッフらしいよ。グッドスタッフ、はい、いや勝ち気がしないですね。もう一回戦グッドスタッフほど変なカードがいっぱい入ってるから分かんねえんだよ。じゃあじゃんけん始めましょう。最初はグーじゃんけんポン、はい、くっしょっしょよし、先行じゃんけん分かる。今制限時間、お前左利きだった。いや、カードするときだけですね。ドロー。俺がクソ遅延プレイヤーだから。結構長い試合してる。それどこ打ち寄ったりするの？ドンコマじゃないですよ。ドロマにドンコマ。ドロマにドンコマ新しい。だったら中ドンコマにドンコマ。2マナで。2マナで。じゃあ進化していく。ちゃんとバニラスプリング。まあ、ちゃんと加速して動いてるよね。もっとベルリンが出るっていう。これは反撃する側としては難しいですか？反撃が入っているのかどうかわからない。闇入ってます。今闇入ってるんで、ジェニーが可能性があるが、相手の手が確認するだけ。ベルリン系で意味がない。アップルさんは人を幸せにする能力だけど、そう、俺は人を幸福にする程度の能力を持ってて、いや、なんて、じゃあそれでブスト、かっこいい。むしろ自分の幸福を与える。で、アイプ側はバッタンの使いで全部しろ。あーお前さすが迷い返しアンドロイド高い。 N 強い、 N 強い。おっと、 N さんと強いね。 N 強い、引くね。今日の俺強えぞ、今日の引き強えぞ。負け引きしかしないな。今日の俺強えぞ。よっしゃ、いける。あ、やめだ、いける。サスペンスの帝王は、まあ、動画的にもこれでアップルさんが負けるとっていうのはあるし、ここで人殺すんじゃないのか。これがフラグだったら、これフラグで実施してる。終了。あいつブーストしか引いてねえね。4マナで帝王と N 出していく。強い。おいが、見事な手札の出るかな。で、フォアタイムで、キャッスル引く券大丈夫で、そんなフラキックフラグだった。キャッスル引く券大丈夫。あれ、もしかして大丈夫、全然大丈夫だった。あれ、彼は強かったですね。キャッスルより強いっていう。ジェニーはどこに行こうとしたんだろうか。ちょっとオロオロしました。醤油を出していき、まあ、チェンジェンのロリエスを避ける意味ではこのチェンジは強いです。ドロマに対してのチェンジはもっとガードホールをずっとしていく。これは強い。ターンナルグラードですね。ちゃんと対抗者と思う。さすがで、イチロアップルさんはここで息切れすると厳しいですね。が、からのちょっと行動を見る限りあんまりいい周りではないことは確か。まあ N は強かったけど、この時にいい周りってあるんかな。団長なかなかいい解説するね。ごめんなさい。やっぱここでアップルさん負けるとね、後の解説のテンションがね、そうそう、ひどいことになりそうだから。もう解説宣言、プの人はということになってる。おっと、これどんどん打っていく。いや、まだ負けてもな。で、復活戦がミルがホワイトビーンを回収して、打ちますか。ビーンを回収。ああいうのマナじゃないな。4マナ、2マナでいいな。2マナでジャスミンの召喚でブースト。で、ドンコムが落ちていく。ちょっと待って、結構ゆっくりしたエンド。おっと、ワイルさん、ブースだけしてはエンド。案内するゾンビさん、どうしたんでしょう。案内するゾンビじゃないですね。ここで、4マナ、ホワイトグリーンをして、まあ、10ポイント止めました。組むのはなしで、キャスト回収。持ち直した。持ち直した。次からの動きが良ければ。決め顔で僕は決め顔で、そうパニックルームを打って、おっ強い。決め顔でディアボロス出たね。タイムロー、これはこれは辛いんじゃないでしょうか。このままね、ちょっとこのままいっちゃう
とゲーム終わっちゃう可能性はあります、ね、ハンドに N がいる。何がどこを引き込めるかどうかっていうの、うわ、さあ、ドローかな、クラマスタルミスト7で、ドローで、スタキル、じゃあ、ターンの始めに入ります。これ、粛清しますね。勝手に勝負入ってない、時間制限は入ってない、今5分持ってない説がある、はい、まあ、それは当てを削る、言えば貸した、その間に調整確認、あ、どうぞ。まだ超次元を把握していなかった。ここで不滅ギャラクシーがいることによって下手にファンクを出せない。そうなの。シャイホーギャラクシーとかだったら、そうですね、悲しみに。ファンクでマイナス5000覚醒でスピードアタックで、はい、壁壁のアタック。ヤボロスが殴った。だから上からクワトルブリーコンス。これはまあ闇を返す意味が。ヤボ。解除バック、おっと、お茶っ強い、バンドロー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 、この状態でハスキャラ残ってるのが強い。まあ、そこからあの伝説の遅延デッキと言われたあのデッキが9さん、あのデッキは縦に3枚からクソみたいな遅延デッキやね、遅延ガードホールから登るにしみけど、なんかちゃんとした大会してるね。まあ、なんかさっきまではクソビートとかなんかクソビートとかなんかL を狙うデッキとかそんなんばっかりでしたけど、なんかちょっとまともな試合になってきましたね。いやね、何言うの、真面目なデッキ使ったよ。僕もだよ、醤油出してる、真面目だよ、あのデッキは真面目なデッキ使ったよ。で、サファー、一応ワンドローバー、サファー出してベルに戻してました。じゃあ、サファー、これでこれでちょっと攻めていかないから厳しいんでしょうが、これヘブンズゲートを止める意味があって、さあロードリエスとは全くロードリエスとは最初に言ってロードリエス見てませんね。いや全く仕事しないです、最近ロードリエス見てないな。おっと、これホワイトクリーンの、最近ロードリエスはこういう動きする、プニン、これプニン買いました、まあ、一応縦から仕込んで、あ、うんのかな、シャークモーターで回収が吸い込む、これはまさか、これはマナ次第ではする可能性が、それはこれはこれは強いリンクか、これはリンクですね、始まったぞ、縦確定2枚取りが、これはもう殴りになりましたね、確定リンク、ガイアルオルドロン、なっていくが、残りが3マナ、マナのうちの2マナを使ってフェアリーライフを剥がそう、そこで発生を強いが、まあこれは問題ですね、あいつ来たやね、そう、ここで殴り切れるか、ここでベルリンでアタックして2枚を上行く、じゃあそれ同時や、同時か、これ殴り行くか行かないか、殴り行くのか行かないか、割と行くのか、あー、ここは自分の、まあ、人通り自分のワールドブレイク行ったー、あ、これか、あ、まあ、こいつは1枚、ワールドは1枚、ブレイクは1枚、そう、ここで天文を引けるか、か何かを引ければあ、これなんか、さあ勝者アップルさんです、よっしゃー、さすがプルシ、さすがプルシ、専門どこでニートしてたんだろうか、あ、ボルゲやられた、もっとうんちらかんちゃ代表者、ナイスか、ボルゲやられてた、死んでた、これボルゲーってか、あれ、クロアナ、クロアナが、クロアナが入ってないかな、こう、2枚だ、ガドコしてる、ミカルホールが、そうですね、じゃあ、また次の動画で、次から2回戦、俺勝ち、イエイですね、はい、イエイ、予選、予選、まあまあまあ